こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。セッション時におけるストレスとの戦いということですね。この間アンケートを取った時に、すごく多くの人がですね、セッション時にいろいろ言われて、しばらく活動を休止したっていう方がたくさん見えたんですね。で、気持ちはすごくわかるので、そういったことを、黒田さんはどういうふうにこう通り抜けてますかっていう質問もあったので、ちょっとまとめてみました。セッション時におけるストレスの戦いで、ジャズのセッションって心ない言葉が多いですよね。それについてちょっと掘り下げて話してみます。誰しも通ってる道である。あなただけではないということですからね。で、対処法も僕が考えてる対処法なんかも、いろいろちょっとご紹介していきたいと思います。じゃあ始めていきましょう。ジャズのセッションはですね、新参者には超アウェイですよね。初めましてとかって入っていくと、誰もこう、声もかけてくれないし、比較的に放置って感じですよね。誰も声かけてくれないし、曲だけバッて言われて演奏しても何の言葉もなく、はいじゃあ次みたいな感じになることが非常に多いですね。やっぱりこう居心地悪いというかね。で、曲をよく理解してないと冷たい言葉がですね、ポンポンってかけられたりとかですね、いろんなこう嫌味を言われたりとかです。他の人のミスもね、ドラムのせいにされがちなんです。特にですね、リズムだとベースの人がずれても、ドラムがずれたように言われたりとかよくするんですね。そういうこともよくあります。でもビバップ時代から、音楽にこう、いかに誰がすごいかっていう、風潮、ジャズの風潮っていうかね、カッティングセッションっていうのが昔あったらしいんですね。フィリップ・ストレンジっていうピアニストがいらっしゃるんですね。で、彼は大阪でも今やってらっしゃるけども、本当に素晴らしいピアニストで、上辺ダソのバンドにいたりとかですね、いろんなバンドにいたんですけど、やっぱり若い時とかはこう演奏してて、で、ツアーに回ってるんですよ。ツアーに回ってるんだけど、今日は一人ちょっと飛び入りがいるからって言って、どうもって言って一曲弾いたら次の人変わって、でそのままもう自分は変わってもらえず、次の日にもう来なくていいと言われたとかね、そういうのもあったりとか、あとカッティングセッションっていうのはもうセッションやってる時にこう演奏してていまいちだったらこうボーンってこう突き落とされて、どんどんカットされて最後一人残るっていうのがチャリーパーカーがいつも一人残ってたらしいんですね。だからそういうこう誰が一番って競う音楽っていうところもやっぱあったりとかして、何をもってそれを競うのかって言ったらね、こういろいろあるんですけど、要はみんな結構余裕がない感じが僕はやっぱり見ててもしますよね。でも変にこなれた人がねやってて、たまにちょっと自分のライブが終わったらセッションが始まったりして見てたりするんですけど、変なにこなれた人はもう全然できてないのに別に何も言われずみんなと仲良くしてるみたいな、でそこの輪にはなかなか入れてもらえないみたいなイメージがやっぱあるんで、すごくこうやっぱ入りにくい感じはしますよね。で、でも誰もが通ってる道なんです。僕がもうそうやって感じるし、僕がプロやり始めた頃は譜面台を演奏中投げつけられたこともありますね。オラーみたいな感じでね。で、別にリズムが狂ってるわけでもないんですけど、いろいろできてないことはいっぱいあったんですよ。でも今思えばね、客の前でね、罵倒されて、お前ちょっと座ってろって言って、でその人自体が高くなって、その人全然上手くなくて、はぁとか思ったことがあって、で僕も生意気だったから、そもそも客の前で罵倒するならオーディションしたらいいのにって言ったんですね。そしたらまた罵倒されたみたいな。これはあれですよ、休憩の時間に言ったんですよ。お客さん自体も、その当時、やっぱり喜んでるっていう風潮もあったんですけど、やっぱり内情を聞いてみると、客もやっぱり気持ちいいもんじゃないみたいな。というか楽しもうと思って来てるのに、いきなりこいつが下手だからって言って罵倒してるのを見るのっていうのはやっぱり良くないですよね。YouTube なんか僕もこうやって今回も上げてるけど、これなんかに対してもいろいろ意見言っていただけるんで、僕感謝してるんですけど、でもその言い方自体がね、いきなり上から目線っていう人がすごく多いですよね。そもそもやっぱり挨拶もなく、誰という名乗りもなく、名乗りがないからこういうことを言えるんでしょうけど、すごく上から目線ですよね。大阪さんなんかもね、あの大阪さんですらですね、プレイが雑、何言ってるかわからないみたいなね、ことを言われるって言ってね、言っていただいてですね、大阪さんが、俺とかも言われるから全然大丈夫だよ、みたいなね、優しいですね、大阪さんってね。はい。大阪さんばっかり出てきちゃいますけどね。大師匠なんで。というわけで。
まあ僕は対処法としてはですね、これ立ち上がって階段を1回上がるっていうのはですね、まあなんかうんと思って、こうちょっとイラッとした時はですね、人間ってね、こう怒りっていうのはやっぱこう運動しないとダメなんですって。でこれ中谷明宏さんのね、僕本大好きだからいろいろ読んでるんですけど、ホテルマンってね、こうものすごくこう怒ってお客さんが来るじゃないですか。そうすると、じゃあこちらにご案内しますって言って、必ずね違う階のとこまで歩かせるんですって。で同じ部屋でやらない、必ず部屋を変えて、で大きな、まあもちろん応接室みたいなとこ行くんですけど、必ずそういう時エレベーターを使わずに階段を上がってもらうんですって。で階段1階分上がると怒りって半分ぐらいに収まってるらしいんですよ。なのでこうイラッとした時はね、階段を1つ上がる。あとね、ちょうどこうなんかこうガーってなってる時、そのままなんか喋っちゃうと、やっぱりこうね、火に油注ぐっていうか炎上しちゃうんで、ハッピーバースデートゥーユーっていうのがちょうどね15秒ぐらいで、15秒ぐらいって人間ってこう落ち着かせるのに大事なんですって。だからそのハッピーバースデートゥーユー歌うとね、もうなんかもうどうでもよくなっちゃうみたいなね、こういうのはね結構心の中で歌ってたりしますね。黙ってる時はハッピーバースデートゥーユー、ニコニコしちゃうみたいなね、ハッピーバースデートゥーユーなんかね、ディソシエイトする、これ NLP 式なんですけど、ディソシエイトっていうのは今起こっていることをこう渦中に感じるとすごくしんどいんで、こうちょっとこう映画を見てるみたいな感覚にするんですよ、ちょっと遠くしね。そういう時にこう自分の嫌なことかってこう思い浮かべて、立ち上がってこう服脱ぐみたいな、こういう加工するね。でそういうのをすると、まあ変に思われますけど、そういうことやると実際にこう嫌な思いがバーって払われて、まあイメージなんで、イメージでそうやってそういうの払ってきて、で、すっきりするみたいな。これ結構僕やりますね。で、レコードで撮ってって本当にそうだったか確認する。なんか結構こうドラマって結構言いがかりつけられるんで、で、まあこっそり確認する。でも本当にそうだと思うこともよくあったりするんで、そういう時はですね、嫌いと感謝を分離するってことですね。これも中谷式なんですけど、嫌いな人と感謝はもう別物なんで、家帰ってからでいいんですよ。その人に、あいつ大嫌いだけど、めっちゃいいこと言ってくれたってね。嫌いって言ったらもうちょっと心収まるじゃないですか。大嫌いだけど、本当にもういいこと言ってくれた、みたいなね。こういう、こう、嫌いと感謝を分離して、感謝してるとね、やっぱだん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 、こう、やっぱり相手にも伝わっていくんで、嫌いはもう嫌いでいいんですよ。でも、まあ、感謝とかはちゃんとしていきましょうねっていう話ですね。別に嫌われてもね、嫌われたら僕はもうこのまま生きていけないんじゃないかって、そのなんか直結しちゃうんですけど、別にジャズミュージシャンに嫌われたら別に大して害はないですね。いや、ジャズミュージシャンって別に僕らよく言う死の交渉を得た否認、犬猫バンドマンっていうんで、まあ犬より猫よりも、まあ、発言権があんまりない人たちなので、別に嫌われても害はないと思うというね。まあ相手の許容量精一杯の振る舞いだと考える。僕ね、こう、まあ心理学もやってるのもあって、人間ってその選択はその人にとって全て精一杯、一番最良の方策、要はその答えを、その言葉を発したのも彼にとって最高の多分許容量いっぱい。例えばね、人間だるくてしんどくて、ああもうやらなきゃって思っても今日の怠けちゃったっていうのは、その人の取り巻く環境、いろんな環境、疲れとか全部含めると、やっぱりその人にとって今日も怠けちゃった、でもその寝ちゃったのが精一杯っていうのが、まあ彼の許容量の精一杯だと思う。頑張ってないんじゃなくて、まあ、頑張れる気力のこの蓄積とかそのものも全部加えて、もう彼の許容量精一杯の振る舞いだったんだなって考えるわけですね。で大体その悪いことをたくさん言う人っていうのは、絶対こううまくいかないってないんですよね。だからこうすごくこう魔のスパイラルにはまってるんだなと思って、ああまあかわいそうな方なんだなみたいなね、残念な方なんだなみたいな、お気の毒な方なんだなっていうふうにやっぱ僕は思うようにしてますね。絶対うまくいかないですからね。こういうことでもこうパッパッパって悪口を言う人っていうのはね、やっぱりあちこちでそうやって言っちゃう癖があるんですよ。なんかいいこと言ってくれるから好きになろうとするんですけど、やっぱりね、みんな心から尊敬してるわけじゃないんで、やっぱりなんかこういろいろこう、もやもやって思ってるので、やっぱり全体的にやっぱりいろんなことがうまくいかないようなスパイラルに入ってる。僕カーネギーの本とか読んでてもそうだけど、やっぱりギブを与えて相手に関心を寄せて、相手に対してこういい言葉を、こうセオドア・ルーズベルトがこう自分の使用人の黒人に対してでも毎日こうそこに人がいなくても、そこの
前を通るときには必ず「おいおはよう」って言ってくれて通ってくれてるみたいなね、そういう人ってもう誰からもやっぱ愛されるんで、まあ、こういう言い方をする人っていうのはね、魔のスパイラルで今日より精一杯だと僕は思っているので、そういうふうに思えばいいかなと思います。でセッションで一番いいのはやっぱり知らない人とねこう接していくので、自分からこうプラスのね、やっぱりこう素晴らしい音楽ですしね、こう自分から楽しんでいって、自分から声かけていって、すみません初めてなんですけどとかっていうふうな話をしていって、そうするとねやっぱりこう手助けしてくれる人はいるんで、そういう人たちとね変にねセッション行ってその場で適当にやる曲をやっていくよりは、やっぱり固定のメンバーでいろんな曲一緒に聴いてこういうのやろうとか、ああいうの練習してみようみたいな形にした方がやっぱ上手くなると思うんですね。でそういうメンバーと一緒に全員で一緒にこうパッとセッションとか行くと、もっともっと楽にあのセッションに楽しんでいけると思うんで、やっぱ味方作らないとやっぱちょっとしんどいですよね。ずっと一人でっていくよりかは、やっぱりまあ自分からこうお話をしてみるみたいな、ね、向こうから喋ってくれるのを待つよりは自分から声をかけてみる。で、だから初めてなんですけどとか、よく来られるんですかみたいなね。で、人間って悪いところといいところだと、やっぱ悪いことの方が探しやすいんですね。で、これは僕もそう思いますけど、まあ斉藤ひとりさんの言葉で、人間ってもう世界最悪の人間でも悪いとこ50のいいとこ50ぐらいだと。普通の人だったら悪いとこが20ぐらいのいいとこ80ぐらいなんだ。でも悪いとこって目立つだからめちゃくちゃ見えやすいんで、人間悪いことばっかり言う人っていうのは努力しないんですよね。要は簡単なものを見つけて簡単なものをパッて言うみたいなね、じゃなくてやっぱりいいところを見つけてあげようとするみたいな、その人の演奏の中でやっぱりいいとこを見つけて、ああいうとこいいですねって言ってあげると、なんかこうどういうところで聞いてるんですかとかね、まあよくあの最近ちょっとこの間もありましたけど、黒本でこの曲だとどういう曲聞かれてますかっていうお話すると、やっぱり相手の聞かれてるのね、ましてやこうアートペッパーに似てたら、アートペッパーよく聞かれるんですかって言ったら、アートペッパーについていろいろ教えてくれたりね、そういう交流をしていくんですね。こちらからやっぱり相手のことに興味を持たないと向こうもやっぱりなかなか話してくれないんで、ジャズに対してやっぱりこうちょっと怖いなって思われる方もいっぱいいらっしゃいますけどね、まあ、怖い人やっぱりいっぱいいますけど、その中でもやっぱ楽しい人を見つけて、やっぱりその一緒にやるパーソナルなメンバーを作っていくっていうのが一番上手くなるんじゃないかなと思います。なので僕はね、小野洋介くんっていうギターの方とね、まあ同期とか先輩、彼は先輩になるんですね、年下なんですけど、先輩になるんですけど、小野くんがやっぱりよく言ってたのは、やっぱ先輩の格上のバンドでやることと自分と同期のバンドでやることが両方あっていいよねみたいな。僕もそうだったんですね。同期のバンドでやってるのと格上の先輩のバンドに入れてもらうことと両方あって、まあ、こっちは怒られたばっかなんですよ。でも怒られたことを、こうやって言われたことを、なるほどなるほどって言って、こういうふうに言われたからこうやって練習してみようっていう仲間がいるっていうのはやっぱ強いですね。やっぱりずっと一人でセッションだけ行くっていう形にするんではなくて、セッションで人と知り合って自分の練習仲間見つけるみたいなね、それ別にセッションじゃなくてもまたネットで見つけてもいいかもしれないですし、まあなんかどういう形でも、例えばライブとか見に行ってすごく上手い人がいたら、なんていうんですかね、こう本当にお願いして、まあ、例えばレッスン料ちょっと払うみたいな形で一緒にやってもらったりとかね、そういうふうに頑張って楽しみながらやってる人も名古屋にもねいっぱいいらっしゃいますんで、まあ、皆さんやっぱ上手くなってますよね。ライブどんどんやったりとかしてますんで、という形で、まあいろんな通り抜け道があると思いますが、ジャズは素晴らしい音楽なので自分から楽しむ風潮を作りましょうということで締めさせていただきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。